アルジェトラムはアルジェリアの首都アルジェ市内を走る路面電車。同国初の近代的な路面電車として2011年から営業運転を開始した。アルジェリアの首都であり人口約350万人を抱える同国最大の都市であるアルジェにはかつてフランス領アルジェリア時代の1892年に開通した路面電車や 1934年に開通したトロリーバスが存在した。三車体連接車や連接バスなど、先進的な車両の導入も実施されたが、モータリーゼーションの進展により、路面電車は1962年、トロリーバスは1969年に廃止された。その後、1980年代のアルジェリアでは、アルジェをはじめとした、 地中海沿いの都市を中心とした道路の慢性的な混雑が問題となり、これらを解消するための軌道交通に関するプロジェクトを実行する国営企業のエマがアルジェリア運輸省によって1984年に立ち上げられた。財政面などの諸事情から以降数十年にわたって進展は見られなかったが、フランスのアルストムやイタリアアルジェリアの企業によるコンソーシアム、 メディタイルとエマトンの間に、アルジェ市内の新たな路面電車建設に関する契約が2006年に結ばれたことで、本格的な工事が始まった。そして2011年5月8日、アルジェリア発の近代的な路面電車となる、ボルジ、エル・キフファン地区とゼルフーニ・モフタールを結ぶ全長 7.2km の区間が開通した。その後は、翌2012年には、ゼリフにモフタールから、 アルジェ地下鉄やロープウェイトの接続駅であるレフューズエーを経由し、竜ソーへ向かう全長 9.1km の区間が2014年にはボルジ・エルキファン地区からカフェ・シェルグイ方面、翌2015年にはカフェ・シェルグイからデルガナ・サントルへの延伸が実施された。運営者については当初フランスの公共交通運営企業であるケオリスが2009年に任命されていたが、 契約上の問題で2010年に撤退したため、アルジェリアの公共交通運営組織であるエツサ、フランスの公共交通運営企業のラトップデブ、そしてエマの3社による共同出資によって2012年5月にセトラムが設立され、以降は同社がアルジェトラムの運用を行っている。アルジェトラムの利用客は開業以降増加の一途をたどっており、 2015年の年間利用客数が約1960万人であったのに対し3年後の2018年には約2450万人と大幅に増えている2019年現在アルジェトラムはリュイソ層とデルガナサントルを結ぶ全長 23.2km38 の停留所を有する路線を持つ最短運転間隔は日曜日から 木曜日のラッシュ時の4分で、全区間の所要時間は72分となっており、交差点では電車優先信号により定時制が確保されている。通常の運行時間は午前5時30分から翌日の0時30分だが、ラマダーンの期間中は午前7時から翌日の2時30分に拡大され、日没後には列車が各地の停留所で数十分停車し、 乗客に食事が提供される。車庫は、ボルジ、エル・キファン地区の未亡にハモット伝停付近に存在する。運賃は1回の乗車につき片道40ディナールで、24時間利用可能な200ディナールの乗車券、30日間利用可能な1500ディナールの定期券も発行されている。下 S400 にアルジェトラムの開通に際して導入されたのは、 アルストムが展開する超低小電車のスタディス402である。両運転台式の7車体連接車で冷房が完備されており、2020年現在41両が使用されている。また、導入に際して、アルストムはこれらの車両の10年間のメンテナンス契約も同時に結んでいる。主要所元は以下の通りである。2019年11月、 アルジェ県のワリであるアブデルカレクサイオダは財政的な問題によりアルジェリア政府によって凍結されていた延伸プロジェクトの建設許可が下り次第アルジェ地下鉄や高速道路網に加えアルジェトラムのデルガナ地区からアインタヤ地区への延伸を実施することを発表しているまたこれとは別にアルジェトラムを運営するセトラムは原油車両の大規模な検査を計画しており それに伴う車両不足を補うため新たに6両の車両を導入する計画を立てている。セットラムの公式ページ。2020年5月29日閲覧。ありがとうございます。